はい、株式会社8円動画戦略コンサルタント坂田誠です。今回はですね、 iOS 8になってから多いトラブル、ね、カメラロールの中の写真や動画削除したのに全然容量が開かなくて困ってると話が多いんですけど、実はですね、iOS 8になってからですね、ちょっと仕様が変わりまして、削除しても一旦ですね、ゴミ箱みたいな場所に溜まっていて、それを削除しないと容量が開かないっていうですね、困った仕様変更がなされてます。ちょっとね、削除してから実際ね、そちらの方に削除するまでっていうのをね、動画で見ていただきたいと思います。でもカメラロールね、まあ、こんな風にありまして、例えばですね、まあ、選択から削除したいねファイルをこうやって選びます。で、右下のゴミ箱を押すとね、8枚の写真を削除って言って、これを押すとね、これで削除かなって思うじゃないですか。実はですね、これ完全に削除されてないんですね。アルバム戻ってでですね、これですね、最近削除した項目っていうのがあって、これ開くとですね、削除したものもが残ってますよね。ここに書いてあります。これ要するにですね、30日後に自動削除なんですけど、30日なんて待ってられませんよね。ですので、もうね、iPhone の容量を空けたい場合は選択をして、で全て削除ですね、左下で。これで8枚写真を削除、これで、写真や動画削除されて iPhone の容量が空くということですね。動画関係やってる人たちね、すぐに容量いっぱいになってしまうと思いますので、これね、最近削除した項目までやるということをね、忘れないようにしておいてください。以上、株式会社8円動画戦略コンサルタント坂田誠がお送りしました。